こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では足が短いという悩みをどのようにファッションで解決すればいいのかについてお話をしたいと思っています。僕はスタイリストとしていろんな方をスタイリングしてきたんですが、その中で足が短くて悩んでるって方は意外と多いんですね。この動画を見ていただいている方の中にも同じような悩みを持っている方はいらっしゃると思いますので、こちらの問題に対して今回は解決方法を皆さんにお伝えできればなというふうに思っています。具体的にはですね、ボトムスを使った方法と靴を使った方法、この2つがありますので、それぞれ解説をしたいと思っています。まずはボトムスなんですが、様々なバリエーションがありますよね。その中でまず注目したいのはシルエットなんですね。シルエットといっても様々なものがありまして、最近だとビッグシルエットの影響で割とゆとりのあるサイズ感のボトムスもあります。一方で定番というのは細身のものなんですが、じゃあどっちの方がより足が長く見えるかというと、これは間違いなく後者の細身のものの方が足がすっきりと見えます。同じ高さのものでもやはりゆとりがあるものよりも細いものの方がそれだけスラッと見えるので、視覚効果としては断然足長効果があります。ですので足の短さで悩まれている方は必ず自分の足に合ったボトムスを選ぶようにしてください。もし痩せ型の方だったらスキニーフィットと呼ばれるような一番細いタイプのものを選ぶと縦長効果が得られるかなと思っています。あとは普通体型からぽっちゃり体型の方に関してはスリムフィットと呼ばれるものですとか、あとはテーパード型のパンツというものを選ぶと良いかなと思います。テーパード型というのはももですとかお尻周りは少しゆとりがあるんですが、膝から下にかけてギュッと細くなるようなボトムスのことを言います。こういったボトムスを選んでもらうと縦長効果が得られますので、ぜひトレンドよりも細身のパンツを選ぶようにして、できるだけ足を長く見せるようにしてみてください。続いて気をつけたいのが色なんですね。ボトムスには様々な色があります。明るい色から暗い色まで様々なバリエーションがあります。明るい色だとベージュのチノパンだとかホワイトジーンズなどが該当しますね。で、濃い色だと例えばブラックジーンズですとか濃いめのブルージーンズなんかが該当しますね。ではどちらが足長効果があるのかというと、これは断然後者の濃い色の方なんですね。濃い色の方が色の効果もあってすっきりと縦長に見えますので、明るい色、特にベージュのチノパン好きな方が多いんですけど、こういったものはちょっと諦めてですね、濃い色のものブラックジーンズですとかブルージーンズを優先して選ぶと良いかなと思っています。このようになるべく細身のブラックジーンズですとかブルージーンズを選んでおけば、なるべく同じ足の長さでも長く見せることができるので、ぜひそこは覚えておいていただきたいなと思っています。あともう一つですね、ボトムスで注意していただきたい点がありまして、それは丈の長さなんですね。裾上げをちゃんとしてない方が多いんですね。買ったままの状態で長いまま履いていたりですとか、足首のあたりに生地がこうダボッともたついている方も多いんですけど、それは結構足が短く見えるので絶対にやめてください。必ずボトムスを買ったら裾上げをしてぴったりの長さにしてください。できればたわみができないようにノークッションと呼ばれる長さが理想的かなと思っています。普段よく履くスニーカーなり革靴とボトムスを合わせて履いて、履いた時にですね、裾がたわみができないかどうかをしっかりと確認しながら、なるべく足の長さにぴったりと合わせて裾上げをするようにしてください。これだけでボトムスの見え方は全く違ってきますので、ぜひこちらを意識していただければなと思っています。続いて大切なのは靴の選び方なんですね。具体的には靴はですね、なるべく濃い色のものを選ぶようにしてください。これはどういうことかというと、ボトムスと靴の色をなるべく合わせるようにするんですね。そうすると透明見た時に足の範囲が長く見えるんですね。ボトムスから靴がつながっているように見えるので、こういった錯覚効果を使うと良いのかなと思っています。分かりやすいのがブラックジーンズに対してブラックのレザースニーカーを合わせるという組み合わせですね。これをやってもらうとだいぶ足長効果が得られると思いますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。ブラックレザースニーカーなんですけども、ソール部分まで全部ブラックのものと、あとはソールは白いものと2種類があるんですね。その中で足長効果を得たいのであれば前者、全部ブラックのものを選ぶと良いかなと思います。ただファッション的な観点で見るとボトムスもブラックで靴まで真っ黒だと、やはりこうちょっと退屈な感じがしてしまうんですね。そこにホワイトのソールのものを選んでもらうと少しアクセント要素が加わるので、おしゃれに見えるのは断然後者かなと思っています。
自分が足の長さをカバーしたいのか、もしくは少しおしゃれ感を出したいのか、人によってそれは優先順位は違うと思いますので、お好きな方を選んでもらうのが良いかなと思っています。あともう一つですね、これはもう番外編、裏技なんですけども、靴のですね内側にインソール、まあ、いわゆる中敷きを敷くという方法ですね。で、中敷きというのも今様々なものが売っていまして、ちょっと厚めのものが売ってるんですね。もうシークレットブーツのような感覚で、そこがですね3センチだとか5センチだとか7センチぐらいのしっかりと厚みのあるようなインソールが売ってます。そういったものをスニーカーの中に入れてもらうと、それだけで足長効果も得られますし、あとは身長が3から7センチぐらいぐっと上がりますので、そういった裏技を使ってもらうのも良いかなと思っています。僕も身長が低いので、そういったものを今度試してみたいなと思うんですが、もしすごく悩まれている方でしたら、そういった裏技を使って足を長く見せることもできますので、ぜひトライをしていただければなと思っています。まあ、このような具合でボトムスと靴を使いながら、なるべく足を長く見せることはできるのかなと思っています。ただですね、あんまりコンプレックスばっかりに自分自身が集中してしまうと、余計悩みが深くなってしまうので、他人から見るとその足の長さというのはそんなに気にならないということも、ぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。僕も今までいろんなお客様に足が短いという悩みについて相談されましたが、言われなかったらまず気づくことはありません。日常生活であの人足短いななんて感じたことはほとんどないので、結構ですねコンプレックスというのは自分の思い込みの部分も多かったですので、そこまでですね足の短さというところにフォーカスをしすぎないことも大切かなと思っています。自分自身でできること、今日お伝えしたことを一つずつ試してみて、あとはそこまで気にしないというところを合わせて意識してもらうと、このようなコンプレックスは解消しやすいのかなと思いますので、ぜひ意識をしてみてください。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。